行こうぜ。違う。
帰ってきたか。おかえり。おいしそう。お野菜取れた。もしもし、おい、見たか今の。今のどう見てもリセだろ、藤川リセだよな。なんでも喜んでる場合じゃないよな。失踪するかもしれないわけだし。とにかく明日行ってみようぜ。ほら、なんだっけ、マルキュー豆腐店。やっぱドキドキしてきた。じゃあ明日な。
ねえ聞いた？藤川理性本当に来てるらしいよ。ほら豆腐屋の丸九ってあるじゃん、あれ藤川の九なんだって。マジで？え、俺家超近いんだけど。丸九さんすごい人だかりだってぽいね。けど昨日の真夜中テレビ本当に彼女だった？なんか雰囲気違くなかった？間違いねえって。あの胸、あの腰つき、そしてあの無駄のない客船尾。なんで私見んのよ。とにかく間違いねえんだってな。ああ、行くんすか？俺は芸能人とか興味ねえけど、暇だし、まあ付き合いますよ。私とユキコは制約あるから、なかったら携帯に連絡して。んじゃ、俺らも行くか。言っとくけど、そこらの野獣馬と違うぞ。俺らのは捜査だ、捜査。あれ刑事さん、なんかあったんですか？ああ、君らか。いや、野獣馬が次々車で押しかけて商店街の真ん中で止まろうとするからさ。なんか訳ありっすか？いや、ほら藤川理世だよ、知らない？もしかしてもう見た？いたの？どっち？ああ？交通課じゃねえ私服のデカがなんで出張ってんのかって聞いてんだよ。ほら稲場所小さいし人手足りなくてさ。じゃあまだ仕事あるし、またね。お前高一で現職の刑事ビビらすとかねえだろ。別に思ったこと言っただけっすよ。にしてもただごとじゃねえな、これ警察出てくるって。あ、まさか警察も理性が狙われるって踏んでんのか。はい失礼、ちょっと道開けて。おい足立。ったく持ち場開けんなっつったろ。お前たちこんなところで。ん、辰巳幹事、お前ら仲いいのか？うるせえな。いいだろ。まあいい。それより何してる、こんなとこで。本当か？あ、ほら、こんな普通の豆腐屋がアイドルの実家って聞いたら確かめたいじゃないですか。俺、その、ファンだし。まあいい。いくら芸能人だろうが、ここは自宅だ。迷惑にならないようにしろよ。先輩のおじけが出方ね。てか、今の空気なんすか？先輩ら疑われてんすか？まあ、俺たち一回引っ張られてるからな。けど、全部話すってわけにもいかないだろう。あの世界のこと言ったら、信じないどころかますます疑われて動けなくなっちまう。ちげねえだよ、ばあさんだけでリセチいねえじゃん。もうこの町来てるって聞いたけど、ガセネタ踏まされたってことかな。まあ楽しかったけど。ガセネタ？いねえの結局？なんだ今のダセえ声。
うるさいよ。とにかく人はけたし確かめに行こうぜ。もう俺がなんか自腹で買うから。お前、俺が豆腐食えないのをよく知ってんな。え？気にしてくれたってこと？ああ、で、ガンモドキってなんだっけ？餅入ってるやつか？餅じゃねっすよ。ああ、はいはい、知ってる。それなら食えっかも。ほんとだ。いつものおばあちゃんいるだけだ。んだよ、奥にいるか聞きゃいいじゃないですか。すんません。はいはい、お客さんか。え、あれ、じゃああっちのは何？ん？あっと、リセってお前？なんで呼び捨て？嘘？本当に？リセチ？何の用？ね、あ、ごめん、そうだ、豆腐。お豆腐？どれにするの？どれが何だっけ？冷ややっこか湯豆腐なら絹、煮炊きするなら木綿、目的次第。おい幹事、何か頼めって。え、結局俺に振るんすか？さっきガンモに決めてたじゃないっすか。この人ガンモドキ3個だってよ。なんだガンモね。待ってて。なんかテレビで見んのと全然キャラ違うな。たまたま疲れてんのかな。いや、でも本物のリセチだよ。来てよかった。本じゃなかった、本題がまだじゃん。最近変なことなかった？変なこと？ストーカーとかって話？君たち私のファンってこと？俺らってか、この人がファンな。お前、しれっとバラすなよ。あの胸、あの腰つき、無駄のない客船尾、だがを確かめるんでしたっけ？わーわーわー、感じてめえわざと言ってんだろ。言ってない、何も言ってないし。ほら、ここんところこの町物騒だから、それで俺たちいろいろ調べてるっつうか。ごめん。さ、真夜中に映るテレビのことって知ってる？つっても深夜番組とかじゃなくて、なんて説明したらいいか。昨日の夜のやつ、真夜中テレビだっけ？あ、知ってんだ。って、昨日見たってこと？噂、知り合いから聞くことあったし。でも昨日映ってたの私じゃないから。あの髪型で水に取ったことない。それに胸が。は？胸、あんなないし。ああ、言われてみれば。って、ああ、何言ってんの俺。ごめん。謝りすぎ。変なの。あ、笑った。あれって、何が映ってるの？いや、はっきりしたことは何も。ただほら、今ここ事件起きてるじゃん。あれに映った人、次に誘拐されるかもしれないんだ。やぶから棒じゃ信じらんねえよな。けど嘘じゃねえ。だから知らせなきゃと思って。
れやっぱり夢じゃないんだ。昨日は疲れてたけど眠れなくて、ちょうど雨降ってたからたまたま聞いてた噂試しただけなんだけど。分かった、ありがとう。気をつける。はい、ガム3つ600円ね。お豆腐はみんなにおまけ。なんか心配してもらったみたいだし。うわ、マジありがとう。花村先輩、豆腐食えないっしょ。俺引き受けるぜ。バカ、もらったもんはちゃんと食うんだよ。ちょうどいただきます。ありがとうございました。ひとまず騒ぎは収まったみたいなんで、自分らとりあえずこれで。今後も騒がしいようなら署まで連絡ください。はい。ああ失礼、いくつか聞きたいことが。最近この辺りで物騒な事件が連続してるの知ってるね。身の回りで怪しい奴は見ませんでしたか？別に今まで通りです。ああ今まで通りな。仕事がアイドルじゃストーカーだの、鼻から怪しいのだらけか。どうして休業されたんですか？何か関係あるんですか？疲れただけです。学校はどちらへ？八十神高校の予定です。近いし。脅かすつもりはないんだが、あなたにはこれまでの被害者といくつか共通点がある。だからその誘拐されるかもしれないんでしょ。さっきも同じこと言われました。気をつけます。え、さっきも言われた？三人連れで制服着てたから多分高校生だと思うけど。もしかして三人のうち一人はこう、なんていうんだ、若干ヤンキー風の？それって堂島さんちの彼とあと友達の？どうもおかしいな。このところの失踪事件、二件の殺しと合わせて俺たちでもつかめてない謎ばかりだ。ここへ来て彼女に警告したのも、言っちまえば俺の刑事としての勘からだ。それを事情も知らない高校生が先回りってのはどういうことだ？ただ有名人の顔を見に来るための口実か？それとも、堂島さん、八十神高校な。2件目の会社の小西咲に一時行方をくらました学生2名か。学校関係者の捜査の方も何も出てないんですよね。このままだとうちらまずくないですか？県警もそろそろ。いらん心配してるな、捜査続けろ。だね、うまいな。久慈川理瀬と何を話した？そうか、いやすまん。お父さんたち理瀬ちゃんに会ったの？まあな。また喧嘩？違う、ほら早く食べなさい。
っぱ久慈川リセで当たったな。本物より迫力あった気するけど、今日は顔も見えたから間違いないよな。明日すぐみんなで集まろうぜ。昨日の真夜中テレビだけど、久慈川リセに間違いないな。なんつっても顔映ったし。じゃあこれでまた一つ分かったね。犯人に狙われるのは。だな。山の穴の事件関係者の線は消えたっぽいな。んで、リセだけど、朝チラッと覗いたら店にいた。真夜中テレビに例のバラエティみたいのが映るのは、やっぱ本人が入った後みたいだ。あれって、入った被害者自身が生み出してるのかもって前言ってたよね。どういうことか、最初はイメージつかなかったけど、映像に出てくるの、もう一人の自分なわけだし、入った人の本音が無意識に見えちゃうのかも。けどさ、真夜中テレビっていなくなる前から見えるじゃん。いまいちはっきり見えないやつ、あれは何なわけ？事前に必ず映るって考えると、まるで予告みたいだよな。犯行予告ってこと？誰に予告してるわけ？何のために？犯人に聞けよ。俺だっていろいろわかんないんだからさ。結果的に予告に見えてるっていう可能性はない？え？どういうこと？被害者の心の中が映るなら犯人もって思っただけなんだけど、誰かを狙ってる心の内が見えちゃうのかなって。そういうこともあるかもな。人をテレビに入れられるってことは、犯人も俺らと同じ力を持ってるわけだし。じゃああれは犯人のこれから襲うぞっていう妄想？それは分かんないけど。そこまで行くと、あの世界そのものがそういう風って気もしてくるな。被害者とか犯人とか、とにかく人の頭の中が入り混じってできてるもんってか。相変わらず全然わかんない。っていうか、カンジ君ついてきてる？さっきから一言も喋ってないけど。はい。ああ、まあその、寝てたんじゃないだろうな。そんなことねえっすよ。すんごい推理中。あの世界ってさ、本当に何なんだろう。クマくんの説明も多分が多くて、正直よくわかんないし。そもそも犯人はなんで人をテレビに入れるのかな。入れたら死ぬのはもうわかってるはずだ。殺す気でやってんのだけは間違いない。手口がテレビなのは、警察が絶対に証明できないからってことじゃないか。殺しねえ、恨みつらみか。まあ俺を恨んでるやつなら吐いて捨てるほどいんな。けど天城先輩とかあるんすか？人に恨まれる覚えとか。ないよ。いや、ユキコ、誰でも知らないうちにってこと少しはあんじゃないかな。けど今まで被害に遭った全員に共通する恨みってってなると見当つかないね。まあ幸いまた先回りできるチャンスだし、この際動機は後回しだ。捕まえてから喋らせればいい。とりあえず今はっきりしてんのは、リセが危ないってことだ。
ことはまた張り込み？あ、おや、今度こそ犯人に先回りしようぜ。やっぱアンパンと牛乳だよね。張り込みっつったらそれしかないだろう。あとはあれな、携帯用おむつ。いらねえ、つか売ってないし。ジュネスには揃ってるよ。いらねえっつの、その情報。買うもん決まったっすか。さっさと行きましょうよ。あれ、なんでここに？え、まあ、聞き込みの最中。つーか、なんでこんな子供ら見張る羽目に。ああ、いやいや、なんでもない。堂島さんの指示とか関係ないし。それより、君らこそ何してんの？買い食い？今から豆腐屋にリセちゃんの様子見に行くんすよ。あ、そうなんだ。僕もちょうど行くところだったんだよ。あ、じゃあ一緒に行きます？現職のデカだもんね。ちょっとは心強いかも。立ち止まんなよ、怪しまれんだろ。いや、もう何往復もしてっから。ハニメ、来るなら来てみろ。あ、あれ、待ちやがれ！逃げんな、てめえ！この！来るな！うるせえ！んなの聞くバカが！飛び込むぞ！僕が車に轢かれてもいいのか？なんだそりゃ。ダメだよ。被疑者が大怪我したら警察の責任問われていっぱい怒られ。あっ、マジで飛び込んじゃうぞ。ほらもう追うなよ、行けよ。おい、どうする。それが一番手っ取り早いや。よし、じゃあ合図するからな。あ、火星人だ。君らね、善良な一市民にこんな乱暴な真似して。うるせえ、人様ぶっ殺しといて、てめえはそれが、ああ、タンマ、ぶっ殺して何のこと。とぼけたって無駄だから。ちょっと待ってくださいよ。僕はただリセチが好きで、部屋とかちょっと見てみたくて。ほら、荷物これ全部カメラだよ。はいはい、犯人ってのはみんな言うんだって、そういうこと。じゃあ、あとはこの僕が預かるからね。話は署で聞こうか。くぅ、このセリフ言ってみたかった。やめてくださいよ。僕が何したって言うんですか。知ってんだから、日本には盗撮罪ってのはないんだ。バカ、状況分かってる。お前の容疑は殺人なの。いいから来い、話はその後。
いやこうもうまく捕まるとはね、ほんと大金星だよ。君らもお疲れ様。犯人逮捕にご協力感謝します。あ、はい。でも事件に関わるのこれっきりにしなよ。危ないし堂島さんも心配してたしさ。ほら、キリキリ歩け。これで終わったってことか。後のことは警察っすね。予想通り犯人若干変態っぽかったね。もしかして事件解決しちゃった。よっしゃー。そうだ、一声かけた方がよくない？リセちゃんにさ。おや、いらっしゃい。お豆腐かい？あ、どうも。ああ、リセに用事の人かい。あいにくあの子、出かけたみたいだよ。え？ついさっきまでいましたよね。たまにあるんだよ。黙って出てっちゃってね。ま、いろいろくたびれてるようだし。黙って出てった。そんな心配しすぎだって。本当に出かけたんでしょ。だってこいつ捕まえたわけだし。な、何の話ですか。ちょっと後でたっぷり聞くって。じゃ、自分はこいつの取り調べがあるんでこれで。いやー、堂島さん驚くぞ。黙っていなくなったって、ま、探した方が良くないか。まだ遠くへは行ってないだろう。お、分かった。いない、そっちは。近所の人、誰もリセちゃん見てないって。あたしらが探せてないだけかもだけど、どこ行っちゃったんだろう。くそ、嫌な予感するな。当たんなきゃいいけど。ここでうなっててもしゃあねえっすよ。やれることはやったんだ。今晩予報じゃ雨らしいし、あとはもう信じて例のテレビ見てみるっきゃねえっすよ。マルキュン、リセチーズ、みなさん、こんばんは。久慈川リセです。この春からね、私進級して、いよいよ花の女子高生アイドルにレベルアップ。やったー。今回はですね、それを記念してもうすごい企画に挑戦しちゃいます。この言葉、聞いたことあるかな。ずっと、リップ。まあ、本当に。いや、恥ずかしい。っていうか、
女子高生が脱いじゃうのって世の中的にあり？でもね、やるからにはドーンと体当たりでまるっと脱いじゃおうかなって思います。お楽しみに。な、見てな、リセチ。ストリップとかってマジか。なんか回を重ねるたんびに企画どんどんすごくね。そうだよな。まあさすがにちょっとは慣れてきたぜ。今度も多分もう一人の自分ってのが好き放題やってんだろうな。つうかまた防げなかったんだよな。狙い分かってたのにさ。にしても昼間の刑事全然ダメだな。やっぱ俺らが頑張らねえと。とにかく明日な。クマクマ？クマ、泣いてないよ。みんなクマのこと忘れて楽しそうに。クマ見捨てられた。そんなことあるわけないじゃん。ごめんね、寂しかったの？退屈で卑屈してたクマ。どうせクマは自分が何なのかも知らんダメな子クマ。答え見つからないし、みんなは来ないし、そっちの世界の楽しそうな声まで聞こえた気がして、寂しいから泣いてみようと思ったけど無理だったクマ。まあ空っぽだしな。空っぽ空っぽ、うるさいクマ。なんだとこの、ここはお前の現実なんだろ。お前がここでひっそり暮らしたいっつうから犯人探し約束したんじゃんか。まあまあ、クマくんも考えすぎで疲れちゃったんだよね。一人だといろいろ考えちゃって寂しさ増量中クマ。みんながいないと切なくて胸が張り裂けて綿毛が飛び出しそうクマよ。いつか逆ナンしてもよい？おお、いいぞ。逆ナンのネタはもう封印しない。それよか、確かめてえことあるんだよ。今こっちどうなってる？藤川リセって女の子来てないか？なんかわかんない。藤川リセ？んぼ？わかんないのか。なんかお前の鼻だんだん鈍ってきてない？クマは何をやってもダメなクマちゃんね。みんなの役に立たなくなったらきっと捨てられるんだクマ。クマ、みんなと一緒でいいの？じゃあさ、この前みたいに何か感じつかめそうなものを探してくるよ。はっきりとわかんないけど、誰か入ってるような気は微妙にするクマよ。その子を感じられるような何かヒントあればきっと前みたいにわかるクマ。
クマ。いろんなことがわからんクマ。ありがとうクマ。先生は優しいクマね。クマ、もっと頑張るクマよ。クマ、ここで待ってるクマ。